さて、それでは今回は考察動画、新元気選手 SS&S6 名登場ということで順番に見ていきたいと思います。まずは、新元気選手というふうに書かれているんですけども、新選手はゼロです。今シーズン新選手かな。でも中野って今シーズン出てなかったんかな。うち持ってる中野は何やろう。なかなかこの新選手って、ここのポップはずっと同じままですね。同じものがずっと使い回されてるんですけど。あ、シーズン2か。21年。だから22年版の中野くんが新選手として登場してるということで、順番に見ていきたいと思います。まあ、狭間というか、いろんなイベントの間で登場するノーマルカードですけど、西武ライオンズの方にとってはもうここは絶対押さえておきたいとこだと思います。課金までさすがにしないにしても、試合は相当回したいんじゃないかなと。もうこの森友哉を除くと多分西武ライオンズいないですもんね。さあ、今ちょっと確認してきたんですけども、キャッチャーの SS やっぱりいないですね。森友哉のみということなので、まあ自球団でやるにはどうしてももうここは取りたいところで、他に出てるかな？伊藤さんが候補には上がってましたけど、キャッチャーってセブライオンズ、グロリアーズとかで出てるんかな？なかなかいないので、どうしてもまあ何が何でも欲しいと。まあ型も B ですし、鉄砲型はめたら、どうかな？アビリティで A まで乗るのか、鉄砲型のマックスが45か30か、ちょっと今思い出せないんですけども、まあまあ、どっちにしても盗塁刺すにはそんなに、まあちょっと弱いけど、まあ、捕手としては、やっぱりトップクラスですよね。他の捕手でここまでっていうのはなかなかいないので、高打力があるし、で、対右、僕はあんま対左気にしないんですけど、まあ、それでも対左も、得点圏で燃える強打者は、お、ランナー二塁上、長打どっちも45アップなんで、やっぱりすごいですね。対右やったらもうパワー A 超えてくるんですね。対左でも B 超えてくるし、欲しい場面で高打力 A、長打力 B あれば十分やから、やっぱり野手としては、まあでも、クリーンアップにははめれないので、6番ぐらいかな？になってくるのかなとは思うんですけど、やっぱ欲しい選手ですね。さあ、そして岡本が、クリーンアップだと、ちょっと高打力が一つ下なのかな？守備はね、十分。キャッチャーじゃない。肩が足りひんねや。サードやからね、できたら肩が欲しいんですけど。まあ、でも左右、長打力 A はやっぱり魅力は魅力かな。左の C がやたら目立ちますけど、でもまあ、救世主はちなみに何ですか？対ランナー二塁の時、反応補給がアップ。反応が A に乗ってくると。守備の人っていう感じですね。でもまあやっぱり、この巨人のサードは岡本しか今はいないのかな。さあ、そして牧がまた出てます。もう全部よく見るメンバーなんですけど、もう少し評価が高くてもいいのかなという気はするんですが、まあでも右の長打力もどうかな。チャンスを作れ。ランナーなしで A になってくるんや。じゃあ、1番に使えば一応長打力は A になるんですね。まあでも走塁が弱いから、やっぱりクリーンアップにはめたいのにチャンスでしか能力発動しないのちょっとしんどいですね。逆境男は、あ、ピンチで高打力アップ。高打力はあんま関係なしですね。だからまあ何かアビリティはめて長打力もアップした方がやっぱり使い勝手いいのかなと思います。ここがまあ実装されてる今のタイミングで数値触れなかったのかなとは思うんですけど、かなり長打も打つし、ホームランも打ってるので、D っていうことはないんですよね、中野くん。だから、もう少し、なぜ触れなかったのかなっていう気はするんですけど、まあせめて C ですし、まあ、この1年間通せば、2桁はいかないかもしれないけど、もう行くかもしれん、ギリギリ10本行くかもしれないし、まあ、1桁後半はホームラン打つのかなと思うので、長打力はもう少し高くてもいいのかなと。場合によっては、一部 B ぐらいついてもいいのかなっていうぐらい、かなりね、長打が多い選手なので、この辺はちょっと寂しいかな。
まあでも前の中野くんシーズン2021年シーズン2と比べてどうなんでしょうね。別に前の持ってる人にとってはどうしても欲しいということもないのかなと。で、またレアードですね。もうレアードがすごいですね。もう一人ロッテっていてた気がするんですけど、必ずレアードが選ばれてて、だからまあ今までのレアードと比べればかなり弱いんじゃないかなと思います。まあちょっと使いにくいですね。クリーンアップにもはめれないですね、これだとね。いけるんかな？いけるんか？いや、無理ですよね。ちょっと弱いね。型 A あんのにサードの守備 C なんですね。型 A あったらね、サードうまそうなイメージですけど、ちょっとここは、そうですね、今回に関しては、で、野村選手も出てますが、まあ、やっぱりスタメンにはめるには守備があまりにしんどいですね。評価が低い。バッティング対右、まあ、ダイソーと右の代打として、ベンチに置くところですかね。他の選手と比べると、まあ、まとまりはあるんですけど、それでもまあ、ちょっと使いに、やっぱり、前々回ぐらいの、このノーマルの動画じゃないわ。まあ、考察動画の時にも話してたんですけど、ギュッと締め始めましたね、このノーマル選手の能力を。150個のジュエルだからですか？急になんか締め出したかなーって。この、なんか新シーズン入って22のシーズン1は、ノーマルカードも強いカードがどんどん登場してたんで、あ、これは無課金でもどんどん楽しくって思ってたんですけど、ノーマルが急にギュッとね、こう、締め付けられたような感じがします。能力がね。さあ、そしてこれがあと2日なんですけど、どうしましょうか。ジュエルが300いかないです。あー、ノーミーって、で、もう一回出るんですか？アニバーサリーの選手はもう出えへんのかな、あと。で、まあ、ログインボーナスで伊藤さん出て、で、ボックス開封の中で岸が出たんですけど、岸にしようと思ってたんですが、やっぱり対戦してて岸、配球しんどそうですよね。逃がすのがね、スライダーもいちばれるし、これはちょっと使い方がもう少し誰か上手い方とマッチングして見てからかなと思って、まだ今、育ててないです。そしてね、もしかしたら脳みがどっかのタイミングで僕が取れるかもしれない。あと160個か。いやー、もう追いかけてみたいですけどね。ということで今回は考察ちょっと渋めですね。久々にもう西武ライオンズ自球団の人だけが何が何でも追いかけたい。まあ、あとは牧もいいですかね。横浜西武ライオンズの人は、まあまあ課金しないにしても、その試合はしっかり回して出たらラッキーぐらいの感じですかね。まあでも、この中で言うとレアード中野くんあたりが確率アップしてそうですね。このバーサスは確率アップがあると僕は思ってるので、森友や牧あたりはまあほとんど出ない状態になってるんじゃないかなというふうに思います。ということで今回は、考察動画新現役選手、SS&S6 名登場という、考察でした。それから明日かな、3000ゲームズさんと、まあ、偶然マッチングしたんですけども、それぞれ動画を撮影していたということで、一緒に配信しませんかっていうふうに、投稿しませんかって言っていただいたんで、まあ、明日のちょっと何時になるかわからないんですけどね、動画を上げさせてもらおうかなと思ってるので、対戦動画、ちょっとどういう内容になるのかわからないんですけど、まあ、両方の対戦、それぞれの視点から見た、その勝敗とか駆け引きっていうのを動画に、していただけるようなので、僕の方でも、僕視点のもの、それから3000ゲームズさんの方で、また3000ゲームズさんの3000さんの視点でやっていただけるみたいなので、もしよかったら見に来ていただけたらなと思います。ではでは、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いします。
ストリー造形の王様ではたくさんのジャンルの動画を日々投稿しています。ゲーム実況、工房のグッズや作品紹介、配信者さんとのコラボ実況、ガンプラリペイント動画、技能検定、技能五輪解説、レトロゲーム実況、イラスト動画、ラジオ動画、ガチャ動画、個展の様子など人気作家になりたくて必死にあがいています。どれか一つでも興味を持っていただけたらぜひチャンネル登録よろしくお願いします。きっと興味のないジャンルの動画もたくさん上がります。それぞれ再生リストから見やすくしているので、登録後は通知を切っていただいて忘れるギリギリ寸前ぐらいにまた見ていただけたら嬉しいです。それぞれが見たい時に見たいものを。